食店は優しい雰囲気のカフェが多く、どのお店も美味しくて居心地もいいんですが、今回キーマカレーが美味しかったのでご紹介いたします。ランチはおかず、スープ、飲み物もついて税込み1100円とかなり嬉しい値段になってます。こちらは前菜のおかずでいろんな味が楽しめます。こういった気遣い嬉しいですよね。前菜だそうです。すごい。カナッペいただきます。ご家庭の味。今回頼んだのがお店人気メニューのキーマカレー。普段カレー系は食べないんですけども、まあ、今回お試しでチャレンジで食べてみたんですけども、甘口でとっても美味しかったです。これからカレーにハマりそうな感じがしました。ケチャップの香りが食欲を誘ったナポリタン。具材も大きくすごい食べ応えもありました。また麺はちょっともちっとした感じで他の店と違う感じがしました。では釜焼きピザが楽しめるエリアント、地元岩沼産の食材も使ってるお店とのことでした。植物の緑、白い壁、茶色のテーブルで落ち着いた店内ですが、ガラス張りの店内なのでかなり開放的です。この日は空いてましたが、過去2回行った時は満席だった時も多かったので、土日行きたいなって方は事前に予約した方がいいかもです。最後は3月にオープンした亀塚温泉。飲食店ではないんですが、フィットネスなども入っている複合施設になってまして、運動後に温泉も楽しめます。今回過ごしたいところは貸切温泉が1時間1人なんと440円で入れます。しかも日の毛温泉になってて香りもすごく良かったです。なんとこの価格で露天風呂付きになってます。家族やカップルでの利用でもいいですし、一人でも貸し切りなので安心して利用できるのはありがたいですよね。予約制で土日は取りにくいかと思いますので、早めに予定を組むことをお勧めします。